おはようございます。ご視聴ありがとうございます。本日は神奈川県横浜市京浜急行京急東神奈川駅にやってきました。ここ最近頻繁に訪れていますが、海方面に10分程度歩きますと東海道貨物線、通称高島貨物線の東高島駅があります。本日も甲州走となります東京メトロ丸の内線向け37本目の新造甲州走 2137F、 この後東高島駅にやってきます。もう何回も見ていますので、さすがに今回はいいかなと思っていたところ、牽引機が異なるようです。ここ最近 EF210 型の牽引担当が目立っていましたが、今回は PF 型、新鶴見機関区所属 EF65 型、更新色の2063号機が担当するようです。新鶴見機関区に次々と EF210 型が増備されまして、 EF65 型の活躍の場は失われてきています。その中でも貴重な更新色、今回やってくるということなので見ていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。2000系 2136F、 36本目の新造甲州走を見た踏切にやってきましたが、前回とは比較にならないほどの人が集まっています。やはり更新色ということで大変多くの方が集まってしまうようです。いや、今回はものすごい人ということで、まともに見ることができませんでした。2000系 2137F 甲州走、東高島駅に止まっているようなので行ってみたいと思います。丸の内線の赤い車両2000系が見えてきました。32本目までの新造車両は愛知県豊川市にあります日本車両製造、33本目からの新造車両は大阪府東大阪市にあります近畿車両特安工場で新造されています。よって今回も大阪から来た新しい車両ということですが、大阪の吹田から川崎貨物、そして本日川崎貨物から根岸まで甲州走を担当するのが新鶴見機関区正面の EF65 型2063号機。製造は1976年、1063号機として川崎重工富士電機、2012年になりますと2063号機へと変えています。現在新鶴見機関区に EF65 型の更新色といえば、正面の2063号機以外に2065機とあります。他にも在籍しているようなんですが、旧車になったんでしょうか、活躍することがなくなってしまいました。出発してったということで、甲州走の車両はもうここにはありません。この先桜木町から京浜東北根岸線に入りまして根岸に向かいます。
JR 貨物の甲州層から神奈川臨海鉄道の甲州層へと変わり、目指すは横浜本牧駅。さらに陸送によって2000系は中野車両基地に向かうこととなっています。いつもであれば横浜本牧駅に追いかけていきます。しかし入れ替え作業などは前回と変わらないかと思います。ということで今回は根岸まで担当しました EF65 型2063号機。おそらく1両短期で新鶴見機関区の方まで戻ると思います。高島貨物線経由となりますので待ってみたいと思います。しばらく待ちますと警報機が鳴りまして遮断機が下がりました。遠くに EF65 型2063号機戻ってきます。先ほど2000系 2137F を牽引してた際はある程度車両の方を見ることができました。しかし追いかけてきましたが姿がありません。おそらく新鶴見機関区の方に返却改装されたんではないかなと思います。通称高島貨物線は鶴見から桜木町を結ぶ東海道貨物線の支線扱い。正面の建物が東高島駅となります。以前は様々な方向に支線が分岐していたようですが廃止されまして、現在はトラック輸送へ転換されていると聞いています。2005年以降貨物の取り扱いは行われていません。鶴見から東高島間は複線となっているものの、その先桜木町までは単線区間よって、現在は信号所として使われているようです。しばらく待っていますが列車はやってきません。高島貨物線を通過する貨物列車、意外と本数が少ないようです。今回東京メトロ丸の内線向け2000系37本目の新造甲州層ということで、牽引電気機関車を中心に見てきました。まだ10編成以上増車されるかと思います。よって甲州層も行われると思いますが、今後も様々な角度から見ていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。この後新鶴見信号所に行き貨物列車を見ようと思っていました。しかし鳥が潜るところもう少し見たいので、本日はこの辺で終了。最後までご視聴ありがとうございました。一度潜るとなかなか出てきません。それではまた。